た。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。はい。今日も3連戦を振り返るの時間です。はい。はい。ね、今回はね、はい、久しぶりですかね、全試合。ああ、全試合やったな。うん。ほんとね。フルで。ちょっと今日あたり、天気がちょっとね、悪かったんだけども。そう、雨の中の試合もあったんですけど。ああ、まあ、なかなかね、うん、中止せず、頑張りました。うん、はい、ね。ということでね、はい、フルフルをお伝えします。はい。乾杯やちいちゃん。はい。ね。はい、よろしくお願いします。はい。はい、まずはセリーグから。はい。はい、結果です。はい。はい。こうなりました。広島と巨人は広島の3連勝、はい、DeNA 対中日は DeNA の2勝1敗の勝ち越し、はい、阪神対ヤクルトは阪神の2勝1敗の勝ち越し、これ全てホームゲーム、はい、ホームチームが勝ち越しという形ですかね。そうだね。そうだな。はい、はい、ということで広島巨人から、はい、ね、広島大瀬良栗アドバ、うん、ね、巨人は戸郷赤星高橋で、はい、ね、初戦2対0、うん、ね、広島、はい、まあ、巨人キラーの大瀬良が投げて、うん、まあ、今季、まあ、トータルで11回無失点ということで、はい、本当にキラーぶりを見せてるんだけども、はい、まあ、この日も6回108球5安打2四球無失点というね、うん、で戸郷もね、なんかね、丁寧に行き過ぎてんのかなっていうの感じがするんだよね、うん、ちょっと大胆さがないというか、うん、だからまあ打てないから点は与えちゃいけないとか、まあ、そういうことがあって、まあ、5回102球、うん、6安打3四球2失点ということで、はい、まあ、ゲームはしっかり作れてるんだけどもさ、うん、まあ、統合にしたらなんかちょっと思い切りがなくなったなっていうようなね、うん、なんかそんな感じがしたんだよね。で、まあ、小園が初回にタイムリー先制、うんうん、ね、でこの試合で、勝負を分けるのはやっぱエラーなんだよね、はい、で珍しくエラーがちょっと勝敗を分けるという形になったんだけども、うん、まあ、広島の方は矢野がエラーして満塁になるんだよね、はい、で、まあ、その時の大瀬良が頑張って点を与えないとか、まあ、ただそのエラーをした後に満塁になって5回なんだけどもね、うん、まあ、打者岡本に回ってくるんだけども、はい、まあ、打ち取ったということで、うん、で珍しいのはね、この日門脇がね、うん、2つのエラー、そうなんですね、でね、1つのエラーが失点に絡んでんだよね、うん、で門脇が、まあ、セ・リーグ最多の7失策をしてるという。どうしちゃったでしょうね、なんかこう、ま、うん、守りはもう大丈夫、うん、あとは打つだけの選手だったんだけど、ね、まあ、打つ方もちょっとね、最初は上位打ってたんだけど、ここのとこ8番に定着しちゃって、でちょっと守りの方もミスが出てるという、うん、その中で投げる方のミスって全くしなかった選手が、うん、昨日でもゲッツーを焦ったのかどうか分かんないけど一塁に悪送球してるんだよね、うん、それがまあ1失点につながってんだけどさ、やっぱ門脇はちょっと精神的にちょっと来てるかも分かんないね、プレッシャーというか、そういう風な感じが見受けられますよね、まあ、ちょっとね、うん、だからそれがまあバッティングにも響いてるし、うん、まあ、少しまあ、結果から言うと次の日から休ませるんだけどもさ、はい、まあ、うん、こういう選手が育ってくれるとな、巨人もいいんだけど安心できるんだけどもさ、ね、あ、ちょっと門脇が心配やな、うん、はいはい、で2試合目、うん、で4対3、はい、広島ということでね、うん、で、まあ、2回にね、巨人は打線がつながって、まあ、この日ショートでスタメンの伊豆口が、はい、プロ初安打、うん、あ、プロ初安打じゃない、プロ初打点を挙げて、はい、まあ、タイムリーね、うん、で赤星がセーフティースクイズで2点を先制するという、はい、これね、2点目のね、これなんで広島がリクエスト出さなかったのかなって思うぐらい、ね、これね、リクエスト出してアウトになってたんじゃないかなっていうような、そんな感じだったんだよね。あれですかね、やっぱそこの一番にいたキャッチャーのリアクションとかで考えてるんですかね、うん、だからまあ坂倉が体がもう先に行っちゃってたんだけど、はい、ベースタッチが遅れてるんだよね、はい、だから坂倉もまあ体が先に行っちゃってるから、あ、セーフだなと思った節もあるんだけどもね、うん、まあ疑わしくはやっぱりリクエストということをした方がいいかなという、うん、まあでも2点を先制したという、はい、まあしかし4回初期のタイムリー、おー、この日サードスタメンのだったのがレフトオーバーの二塁打を打って、うん、まあ1点返すんだよね、はい、で問題はね、俺は5回、う
西に三塁、はい、広島の攻撃で、はい、でバッター小園、うん、この日ね3番に上げてたんだよ小園を4番から、はいはい、で小園に巨人ベンチどうするかなと思ったの、うん、で次が末金だったで、いや小園が一番当たってんだよねここのところね。これね12球団でナンバーワンの得点圏打率が誇ってる、はい、4割8分ぐらいあるんだよ、はい、でこれどうするかなと思ったらチェンジアップ外の、うん、もう本当にボール球を、はい、バットを落としてレフト前に持っていくんだけども、うん、やっぱねその勝負強さっていうのは、まあ、こういうところにあるなと思ってさ、うん、やっぱボール球でもなんとかするというさ、まあ、そういうことがあったなと思って、うん、で6回には坂倉がホームランというこれちょっとなんていうのかなちょっと問題があるのは、うん、8回9回に島内栗林っていうのが出てくるのね、はい、広島ね、はい、うん、でそれが8試合連続無失点、うん、8試合連続ノーヒット、うん、1人のランナーも出してないんだよ、うん、まあそういうことから考えるとやっぱここら辺での失点っていうのは5回にしてもやっぱ痛いんだよね広島と戦う時、ね、しかもこう小刻みにね追加点を重ねられてそうなんだよいつかしら逆転されてるというねそう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 で、9回、うん、ノーアウト満塁、はい、栗林を攻める、うん、ねまあ1点は末金のファンブルで、はい1点を取って、うん、まあ秋広が、ファーストゴロで1・3塁に残るんだよね、はい、ワンアウト1・3塁、うん、でバッター小林、はい、もう当然セーフティースクイズ来るだろうなっていう、うん、まあ阿部監督の、まあ、采配って大体こういう場面ではセーフティースクイズ来るから、はい、これがねファーストに守備固めで入ってた二股、はいはい大ファインプレーだよでダイソー重信が出てたんだけどもさ、はい、岡本の代わりにね、うん、これを刺したというね、ちょっとね小フライ気味ピッチャーゴロになりかけるかなというところで少し躊躇した嫌いはあるね重信がだね、うんはい、でホームタッチアウトという、うん、ただねギャンブルスタートだったと思うんだよはい、ゴロゴーでね、うん、で当たった瞬間にもうスタートするというだからライナーでもアウトでも仕方ないんだよ、はい、だからそこら辺で躊躇しないでやっぱ突っ込んできたら重信の足だったら俺はセーフになってたと思うなるほどやっぱどっかでね躊躇した部分があったと思うね、うん、で小林のバントも悪いバントではなかったんだけどもよく言えばもう少しピッチャーから離れたライン際に転がってたら多分セーフになってる、うんだからもうほんとね紙一重の部分だ ねでこの日から門脇がスタメン落ち、うん、まあ伊豆口が代わりに入った伊豆口がまあファインプレーという ねまあ伊豆口も守備うまいねやっぱりね、うんうんうん、非常にこの日はまあタイムリーも打ったりだとか、はい、まあ活躍はしたんだけども、うん、まあ勝ちには結びつかなかったと、ね、でまあこの日島内からも栗林からもヒットを打ち、はい、巨人はねすごい攻め立てるんだよ、はい、でやっぱなんで攻められたかっていうとさ、うん、やっぱ栗が勝ち投手の権利を持って降りてんだよね、はい、で栗がまだね勝ち星がないのが8試合この時ね先発してるけど、はい、開幕投手で、うん、だけどこのプレッシャーがねやっぱかなりあったと思うよピッチャーにはやっぱ勝たしてあげなきゃいけないとかいやそれはね、うん、いいピッチングをしてても勝てなかった時があったからね、はい、だからそういうプレッシャーからまあその島内栗林、まあ、ピンチを招いたけども、うん、まあ二股のあのファインプレー、うん、すごくやっぱこうチームにとっても大きなファインプレーだったね、はい、はい。まあそういう試合でしたということで栗投手が今季初勝利をようやく、はい、ヒーローインタビューでちょっとね、声を詰まらせる部分があったけども、はいねまあ、その気持ちもね、分からんではないし、本当ね、責任を感じてたんだなっていうのがね、いや本当ですね、すごく分かったね。この一生はね、この後ね、ポンポンと続くといいですね。ああ、そうだね、うん。まあ流れは変わると思うけどね、栗のね、うん。はい、ということで、はい、3試合目、はい初回、うん、9対3、うん広島、
はい、まあこれは3勝0敗って分かってるよね。そうそう、まあ、初回坂本萩尾のタイムリーで3点リード、うん、うわ巨人やったじゃないって、そうよ、うわ広島松田であまり相性が良くない、うん、いきなり3点取るなんて、まあ、めったにあることではない、うん、でアドはもう立ち上がりちょっとコントロールが乱れてたんだよ ね、 ちょっとね、まあ、そこら辺をね丁寧に攻めてというか大胆に攻めてって、うん、坂本萩尾がね、うん、まあ本当タイムリー打ってくれて、まあ、3点を取ってくれたという、うんうん、まあ、立ち上がりを攻めた、はい、で高橋ね、はい、ね、まあ、いきなりね小園にタイムリー、末金がスリーランホームランで逆転という、うん、ねえ、うん、あっという間の出来事でした。はい、で4回には林秋山のタイムリーで2点、うん、これはあの井上から秋山のヒットなんて、まあ、インサイドの本当に難しいボールを縦振りなんだね、あれ、うん、ポーンとレフトに打ったけど面を返さずにポーンと持ってった、やっぱ技術高いなと思ったな素晴らしかったね、あのタイムリーは。バッティングセンター行きたくなってますから。いや、行きたかった、この後行くけど、はい、で、はい、タイムリーで2点、はい、で、まあ、左の井上が投げてんのに、うん、まあ、林秋山っていう左に、まあ、仕事をされてるというね、はい、まあ、で5回にも2点を取り、まあ、6回には菊池のソロホームランで、まあ、合計11安打9点を取ってるという、うん、ね。でアドは、4勝目かな、はい、5回98球4安打、まあ、3四球、まあ、本来、うん、もうちょっとコントロールのいいピッチャーなんだけどもさ、はい、まあ、3失点という、まあ、4勝目ね、はい、うん、で防御率が 3.13、うん、ね、よく頑張ってるよな、ね、うん、今年からね先発に転向してコントロールがいい、はい、いいんですかね、やっぱり、ね、はい、で巨人は松田で、うん、4敗2分け、うん、まだ勝ててないというね、何なんでしょうね、うん、これで負けたことによって3位転落という、うん、はい、でこの試合で問題は、はい、ね、阿部監督も問題視してた、うん、3点もらって、まあ、高橋奎がマウンドに上がった、先頭の秋山にストレートのフォアボール、うん、何を考えてんだと、まあね、やっぱね阿部監督って、うん、逃げることが嫌いだから別にね、はい、逃げてるわけじゃない、ね、ストライクを取ろうと思ってたんだけども、うん、そこまで制球がいかなかったんだよね、うん、でもこのストレートのフォアボールが、まあ、全てで末金のスリーラン逆転されたことによって巨人のナインが思ったことがやっぱ松田はダメだなみたいな、うん、でそのぐらいショッキングなことなんだよ、3点取ってるけど4点取られるっていうことは、うん、だからちょっと高橋で、まあ、明日から2軍らしいけども、うん、ね、もう一度やっぱ制球と、もう各球団高橋礼の投球に慣れてきてるから、うん、やっぱ少し別なこともやらなきゃいけないっていうことだよね。こういった場合の別なことっていうと例えば何ですか、こう組み立てとかそういったことではなくて、うん、だからもうこれで慣れられてもうこれで打たれるんだったらもうちょっと先はそんなないかなという、うん、だからもう少し緩急というかもう少し抜くボールも使った方がいいと思う、はい、の精度を上げていった方がいいと思う、なるほど、うん、俺はね、はい、そう思うけどね、はい、はい、という3連戦でした、はい、次に DeNA 対中日、うん、ね、DeNA 東中川大貫、はい、で中日は涌井松葉柳、ね、全て1点差ゲーム、ねえ、ね、ちょっともういつ見たって気が許されないような試合でしたが、はい、うん、はい、2回、あ、2回じゃない、東、はい、初戦2対1、うん、東の勝ちで、東7回123球6安打1失点、うん、でこれはハマスタで10連勝ということでね、はい、かつて我々がやってる頃の遠藤和彦さん、はい、と並んだという記録がね、うん、で涌井、はい、で6回102球6安打2失点、うん、悪くないんだよ ね、 ねえ、で先制したのはね中日で細川、うん、ライトの犠牲フライで先制、はい、でその裏、DeNA の攻撃は牧宮崎のタイムリーであっさり逆転、うん、はい、この初回の攻防だけだったんだよ ね、 ね、うん、だ、なんかね
このまま投手戦が続いていって、まあ、試合が終わるというね、うん、まあ、東もよく粘ってたけどもね、はい、まあ、涌井もやっぱり大したもんだと思うよ、うんうん、まあ、このお互いの立ち上がりの1点か2点かっていう、あとはもうちゃんとね立ち上がった後はぴったりぴしゃりいってそのまま終わるっていうね、はい、でね、この中で、まあ、DeNA は1番に入る海老名がね、まあ、打線を引っ張る、うん、ね、はい、まあ、3安打として打って、うん、まあ、チャンスを広げたり、はい、まあ、いろいろしてくれてるわ、はい、うん、で中日は4度目の3連敗、うん、まあ、単独最下位に落ちるというね、うん、でこの試合からオースティンが復帰するというね、はい、 DeNA ね、あ、まあ、これは重量打線になるな、もうなんかねえ、いろいろとタイトルも取ったことある人とかね、名前並ぶ と、 ちょっとタイトルホルダーが並ぶんだよ、ね、だホームランも打点も ね、 ね、で牧も打点王でしょ、首位打者、首位打者、うん、じゃあ首位打者2人がな、うん、だからまあ重量打線っちゃ重量打線だけども、うん、言えば逆に言えば、うん、手が打ちにくいっていうことがあるんだよね、うん、打たすしかなくなるっていうことがあるんだよ、ね、あのこなんで細かいことができない、そう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 、だから、はい、打つのを待つしかないというか、それを信じるしかない、はい、まあ、ただ投高打低の中で、まあ、それができるかどうかっていうことだよね、はい、で2試合目ね、はい、中川松葉3対2、うん、DeNA、ね、まあ、この試合はね、なんと言っても中川だよ一人で持っていたよ、いや俺びっくりしたもんええー、みたいな、みんなあれこれ打者誰だったっけみたいな、みんなびっくりはしたと思うんですよ、あのいやびっくりしたよ、ただ豊さんのびっくりはこの、はい、何打席の姿とか打ち方とか、そうだなまあ中川、うん、まあ、ピッチング力をこの日はバッティングが目立ったというね、うん、まあ2回山本の犠牲フライで先制した後に、はい、まあ、京田がつなぐんだよね、うん、で松葉まで行った、あ松葉じゃない中川まで行った、はい、で松葉の初球のカーブ、うん、初球だよ、ね、おカーブ張ってたと思えないんだよね、とりあえず初球フローみたいな感じだったんですよね、まあ、そうなのでもタイミングバッチリなんだよでホームランでツーランホームラン、うん、でこれあの情報もらったんだけど東光学園で、はい、高校時代26発打ってんだよね、すごいね、いやだからバッティングがいいんだよやっぱ、もともとはね、うん、で相手のピッチングコーチもいやあのなんていうの、中川バッティングがいいっていうのは知っていたと、うん、知っていたんだったら気をつけろって言ってもあのカーブの入りを打たれたんじゃ気をつけようがない、あれですかね、もうなんかこう本能というか、体が勝手に動いたみたいな、いやもうその通りだと思う、うん、そんな感じだと思うわ、これ打つみたいな、軽くなんかね、はい、バッティングセンター行っててきたボール打ったみたいな、そうだな、無理ですかね、すごいですね、そうだと思う、うん、で6回中川ね74球5安打2失点、はい、まあ、2勝目という ね、 ねえ、あまあ見事なあの勝ちですよ、これは一人でねえ、うん、勝って素晴らしい、いや素晴らしいよね、うん、で中日が4連敗借金5に膨らんだというね、うん、まあちょっと中日がねここのところに来て、勝てなくなってるというね、そして1点差ゲームが5連敗かな、これでちょっとね、うん、だからちょっと頑張らないとな、はい、で3試合目、うん、大貫柳、まあ、3対2、うん、柳、まあ、中日だよ ね、 ねこれもね1点差です、はいはい、でまあこの試合オースティンが3回先制タイムリー、オースティンが帰ってきてやっと仕事をしてくれたかなというね、うん、まあ、そんな感じがするんだけども、はい、ただ4回、はい、エラー絡み、ね、フィルダースチョイスなどがあって同点、うん、まあ中日が追いついたというね、はい、で6回は柳の代打大島が勝ち越しタイムリー、はいはい、まあ、これが決勝タイムリーになるんだけども、うん、まあ、細川がその後、まあ7回にタイムリーを打って3対1、まあ、DeNA は1回返すんだけどもね、はい、1点を返すんだけども、うん、この試合もねもう言わんとこうかなと思うんだけどもさ、そうでしょうか、まあ、6回、うん、ノーアウト1・3塁ね、うん、点が入らない、これは、DeNA の攻撃、はい、はい、で8回ワンアウト満塁、うん、ダブルプレー、はい、ね、まあ、初回からチャンスがありまくり、うん、で柳の立ち上がりってものすごく悪くてね、はい、で慎重になるがあまり、まあ、その時にフォアボールが絡んだりだとか、うん、まあ、するピッチャーなんだけども攻めきれないんだよ、うん、もうねまあいいかも
ちょっとがっかりするんだよね、うん、もうね、無駄ばかりなんだよ。それは攻撃？攻撃、うん、で11残塁なんだよね。でね、前の試合も勝ってる試合とかでもやっぱ雑なんだよ、攻め方が、うん、でなんでみたいな、なんでここでランナーがサードから走ってくるのみたいな、うん、とかもあるんだよ、細かく言えば、うん、もう細かく言ってたらキリがないんだよ、うん、だからもう少しそこら辺を丁寧に攻めてれば、うん、ほんと上位に行けるから。うん、だからピッチャーがどうのこうのいないとかなんとかって言ったってピッチャーを作ってるからゲーム、うん、だからあの重量打線で今回取ったのが2点3点2点でしょ、うん、もっと取れるんだよ、うまくやれば。本当はね。だからまあそこら辺でちょっと俺だけだろうかな、イライラしてるのはだからもうちょっとうまくやれば、いやここは止まっといていいんだよって、1、3塁からで次のバッターの時に何か仕掛ければいいんだよみたいないうところもあるんだよ、細かく言えば。これはかえって打順がそうさせてしまうところもあるのかな。いやだからまあ重量打線というふうに言われてるけども、そうそう、やっぱ動けるところでも動いてないということ。なるほどね。まあそういうことで、まあ愚痴がかさむんで次に行きたいと思いますはい、はいはい。最後阪神対、ヤクルト、うん、ね、阪神青柳ビーズリー最近、うん、でヤクルトは吉村、ヤフーレ、はい、石川、うん、ね、で試合目4対2、ヤクルト、まあ3番に入る長岡が初回先制タイムリー、うん、状態いいな、とってもいいですよね、本当成長してるよな、うん、で3回には村上がスリーラン、うん、これは見事だったねこれは見事なホームランだったわ。もう村上ももう納得だと思うねえ、うん、で4点という ね、 ねえ、まあ、阪神は6回、4番大山、5番糸原が、まあ、タイムリーで2点を返すんだよね、うん、まあ、だけどまあそこまでだったという、うん、でこの試合で青柳、はい、6回107球5安打5四球4失点、うんうん、まあ、前回の DeNA 戦でもね、うん、5四死球があったんだよ、はい、で青柳って言ったらかつてさ最多勝とか取ってる、2年連続取ったりとかもしてるんだ。やっぱここのところやっぱり慣れられた、自分に慣れてきた、うん、っていうことが自分で分かりだしてから、うん、ものすごく慎重になってることがあるね、うん、なるほどね。でやっぱりねこのフォアボールがなくならないと勝てないよ、うんうんうん、だからまあファーム行きを命じられたっていうふうに、はい、まあ言われたけども、やっぱねここら辺はやっぱ制球をやっぱりよくしないとダメだな、うん、まあ巨人戦の時のも言ったけど、高橋礼が最初にストレートのフォアボール、はい、やっぱこういうことを起こすんだ、青柳にしたら珍しいんだけどもさ、うん、だからここら辺がやっぱりこう良くならないとなとか思うんだよね、うんうん、まあそういう初戦でした、はい、ここはもう村上様々です、ね、見事だったね、うん、はい、で2試合目は1対0、うん、ビーズリー阪神、ビーズリー5回72球2安打、うん、7三振無失点という、ね、で4回、まあ、4番の大山の先制タイムリー、うん、これが決勝点になるというね、うん、まあ4番で勝ったというのが、この1点で勝ったというのが大きいけども、はい、まあ勝てた要因の中に、うん、やっぱこう中継ぎ陣の強みがあるよね、うん、でまあビーズリーから引き継いだ桐敷、はい、ピシャリ、うん、石川、石井、はい、ピシャリ、うん、ゲラ、まあ1安打されたけども、うん、まあ抑えたという、うんうん、で最後は岩崎と、はい、がつなぎ1対0、うん、まあこれはまあ阪神の強みと言ってもいいよね、うん、うん、やっぱ見事だね。で完封、はい、まあ4度目の1対0、ね、で完封をしたっていうのは両リーグ最多なんだって、ね、これはやっぱこう阪神がこれ打ててない時に限って阪神勝ってるよね。4安打でね。そうこの前2安打で勝ってたそうそう、だからこういう試合がやっぱ得意なのかねと思うよね。もうなんか
お箱じゃないですけどね、そうそうそう、打てない時はこちらのピッチャー陣で勝つみたいな、まあまあそうだね、感じですかね。いやだからやっぱり強みを持ってるチームっていうのは、うん、やっぱ大崩れしないなっていうふうに思うよね、うん、でこの日、まあ、ヤクルトの方は田口が復帰登板したという、そうですね、まあ、明るいニュースはあるんだよね、はい、うん、ただ、まあ、1対0ビーズリー、まあ、阪神の中継陣に抑えられたと、うん、まあ、いうような試合でした。はい、はい、で3試合目7対2、うん、ね、初回2点先制、うん、ヤクルトがね、はい、でこれはやっぱこう石川に勝たせてあげたいっていう思いがねものすごい強いよね、あ見てると、はい、やっぱり石川をなんとかしたいんだというね、うん、このなんかチーム全体のこう力を感じるんだけども、はい、2回、まあ、エラーとノイジーの2塁打でノーアウト2、3塁、うん、ね、ノーアウト2、3塁、はい、続く梅野ライトへ犠牲フライで1点、うん、でこの犠牲フライで2塁ランナーもタッチアップして3塁、はい、でそのワンアウト3塁から木浪の犠牲フライで同点という、うん、だからねこれねやっぱ強いチーム の, かあの点の取り方だよね。ランナーはやっぱこうアウトになってもそれぞれ進めてるという梅野のこのバッティングの素敵さ、素敵さ、あ、うん、できっちり決める木浪の、うん、まあ憎たらしさっていうか勝負強さというかね、素敵さから憎たらしさにかまって、まあ、木浪は後で褒めるからねだから本当にこれはやっぱ強いチームのやっぱこう点の取り方だなと思って、うん、まあ、これで同点にするというでの4回はノイジー梅野木浪の3連打ね。で佐伯が押し出しを選ぶんだよ。これもなかなか大きかったですよね。でこの時に言ってたけども、うん、岡田監督が佐伯に三振してこいと、はい、言ったら佐伯が言ったらしいよ、ボールも振るんですかと、うん、いやボールは振るなとただ三振してもいいからなっていうことで送り出したらしい、はい、そしたら押し出しになっちゃったらしい。なるほど。いや三振してこいって、はい分かりましたって言ったら、うん、おそらくこの押し出しはなかったと思うんだけども、うんうんうん、って振って終わり、うんうん、だけど よく選んだよね。ねえ、ほんで近本が近本に回ってきて、はい、まあこうライトにタイムリーというね、ねえ、ノーアウト満塁のところから、そうだね、うん、まあ中野がちょっとしくじったけどね、ゲッツーくらって、はいはい、でも8回にはノーアウト満塁から、うん、あ木浪ね満塁男が帰ってきました、はい、ね、2点タイムリーとノーアウト満塁からね、ノーアウト満塁からね、うん、まあ木浪って本当にあの満塁で強かったからね、うん、まあ素敵なヒットでしたよ ね、 ね、まあいい笑顔でヒーローインタビューも受けてたらしい、そうそう、ね、ね、やっと木浪らしい笑顔が、うん、まあ、帰ってきたかなという、はい、まあ、プレーでもね、うん、素晴らしいプレーもしてたし、はい、まあ、良かったなというふうに、まあ、木浪の状態がねあんまり上がってこなかったし、はい、まあ、守備でもねちょっと足上げ引っ張るケースがあったから、うん、まあ、これで木浪の流れが変わるといいなっていうふうに思うよ ね、 ね、はいはい、でね、この試合から打順をもう一回こうなんていうの、皆さんの記憶にあるというか、うん、打順に戻した、阪神がね、ああ、うん、近本1番、うん、2番中野、うん、3番森下、はいはい、4番、大山、はい、で5番に、渡辺亮を入れたんだよね、うん、里照がいないから、はい、でノイジー、うん、で梅ちゃん、うん、木浪という、はいはい、ね、なんかこう王道に戻ったなっていうような、ね、でこれで7点を取ったということが、うん、まあ安心感かな阪神にとってはね、うん、はい、で佐伯、うん、ね、6回122球コンディション悪かったんだよ、うん、やっぱ雨が降りしきるというかね、うん、足元滑るしね、で122球5安打6三振、うん、まあ、3四球とちょっとフォアボールは多かったんだけども、はい、まあ気象条件とか考えると、うん、よく2失点に抑えたなっていうようなね、うん、まあ、そんな感じがするよね、はい、で5勝目、はい、で原トップと、うん、ね、で阪神はこの打順で11安打7得点をしたという、まあ非常にいい形で次から の、 あの上位との戦い、はい、広島巨人、うん、には迎えるなっていう、気持ちよく迎えるなっていうふうに思うよ ね、 ね、はい、はい、まあそういう3連戦でした。続いてパ・リーグです。
はい、こうなりました。こうなりました、ね。では勝敗が全部違いますが、はい、うん、はい、ロッテと日本ハムは1勝1敗1引き分け、はい。はい、ソフトバンクと西武はソフトバンクの3連勝。はい、オリックスと楽天はオリックスの2勝1敗の勝ち越しでした。はい、ね、はい。はい、ということで、うん、ロッテ、日本ハム、はい、佐々木、メルセデス、小島、うん、日本ハム、金村、加藤、伊藤、はい、ね、1試合目、1対1の引き分け。ねえ、ね、延長12回まで来ましたけどね。まあ、そうだね、まあ、日本ハムの2っていうかな、うん、まあ、それが光ったのかなっていうのと、うん、やっぱ佐々木が戻ってきたかなっていうような感じがするんだよね。まあ、一時期、ちょっと状態が悪いんじゃないかとか、うん、まあいろいろ言われてたけども、うん、この日は佐々木8回、うん、106球3安打、はい、12三振、はい、1失点というね、はい、で最速が162、うん、ね、だから本来のまっすぐも戻りつつあるなという、まだ絶好調ではないけども、はい、まあ調子のいい部類には戻ってきたかなというね。絶好調ではなくて12三振はちょっと怖いですね。まあ怖いなまあいい高さから落ちてたしね、うん、だからまあ状態はもう本当に上がってきたという、はい、ただメジャーの球団が12球団ぐらい見に来てたというね、はい、まあ、それで力が入ったのかっていう、それじゃダメだよっていうことだね、はい、で日本ハムはね、松本の2つの盗塁とか、うん、まあ、そういうことで揺さぶりをかけるんだけどもさ、はい、まあ5番に入った細川、はい、7回の犠牲フライの1点だけという、うん、6連勝ならずという ね、で細川、はい、この日は鎌ヶ谷でね、近いんだよ、うん、千葉ロッテと、はい、距離がね、うん、ファームのゲームにも出てたと。おで奥側からホームランを打って、うん、帰ってきて犠牲フライを打ったとヘトヘトだと思う。本当ですね。本当やね。ねえ、あ、ただね、日本ハム、はい、7人の投手、ロッテは5人の投手で、うん、まあ、引き分けるという。まあお互いそのなんていうの、中継ぎ陣がね、うん、まあ頑張ったという試合だったかな。うん、はい。はい、ちいちゃん登場で。ちょっと待って。修正しました今。はい。ね、申し訳ない。はい、ロッテが2勝1分けということで。そうなんです、はい、ごめんなさい、はい、はい、ごめんなさいね、はい、で、まあ1試合目は伝えたので、まあ2試合目から伝えますけども、うん、6対4、はい、ロッテね、初回野村、松本、郡司の3連打でマルチネスが犠牲フライ、はい、万波のタイムリー、タミヤのタイムリーで4点を先制、うん、ね、やっぱこうロッテを得意としてるからね、はい、日本ハムは、うん、あ、これもやっぱ相性なのかなと思ったね、うん、で加藤5回80球9安打3失点、はい、まあ、9安打よく打たれたなと思ってね、で2点差で迎えた6回、これ流れが変わることはやっぱ投手交代とかそういうことで流れが変わるんだけども、この日は石川慎吾、はい、ホームランで流れが変わった、うん、ね、やっぱピッチャーの交代、2番手ロドリゲスが誤算だったんだよね、うん、うん、やっぱね、ホームランっていうのはやっぱその焼け石に水とか先制とか、うん、まあ、そんなにそういうことは流れ的には変わらないんだけども、はい、やっぱこうホームランを打つ相手が動き出す、うん、まあ、例えばピッチャー交代とかね、うんうん、そうなってくると大体流れは変わってくるね、うん、まあ止める時ももちろんあるんだろうけども、はい、まあ石川慎吾のこのホームランっていうのは貴重なホームランになったね、うん、で、この試合でロッテの 1,2 番、はい、荻野岡ね、ともに4安打ね、あ、5打数4安打ね、うん、だから2人で8本打ってんだよね、うん、だからこの 1,2 番がこう引っ張ったというね、うん、でクリーンアップが打てたかというと全く打ててないんだよだからポイントゲッターになってんだよね、うん、下位から 1,2 番につながってきて、うん、まあ荻野が返してるとかね、うん、まあ荻野大活躍だったけどもさ、うん、あまりバッティングの状態っていうのは良くなくて、うん、守備固めとか、うん、まあ守備での貢献っていうのはあったけど、はい、まあこの日は見事にね、バッティングで貢献したというね、うん、まあ、そういう形でした、はい、でこの試合高部が
ね、復帰した、うん、まあ、一時期の盗塁王を多分取ったと思うんだけども、はい、やっぱこの彼がやっぱ打っては3割打てるぐらいの力あるし、うん、走者としても素晴らしく優秀だしね、うん、だから高部が久しぶりに帰ってきたっていうのはちょっとロッテにとっては朗報かな。なるほど。その代わりに山口が抹消されたというね、うんうん、まあちょっと全員揃わんなってなかなか ねそう思うけども、はいはい、で3試合目、はい、4対3ロッテね、ねえ、はい、まあ苦手意識があった日本ハムに対して、うん、まあ前日勝ったよね6対4で、はい、まあそれもあるのかなとか思うんだけども、うん、まあ、初回外のタイムリーなどで、まあ、2点先制、はい、2アウト満塁から振り逃げの間に1点というね、うん、で3対0リードしちゃうんだよ、はい、でこの振り逃げって言ったら、まあ、あれもタミヤは止めらんないなあれをバッター振るかなっていうのも振るし、うん、もうほんととんでもないところにボールがあって止めに行ったんだけど、まあ、振り逃げになってね、うん、まあ、満塁から ね、まあ、1点も献上して、まあ、3対0、うん、ね、で4回、マルティネスのタイムリー、7回には野村のーホームラン、はい、ね、よかったね、今季初ホームラン、ね、やっとすっきりしたんじゃないかな、ようやく出ましたね、ね、うん、で8回にはタミヤが押し出しのフォアボールを選んで、うん、やっと追いついたね、うん、しかし9回、うん、岡のサヨナラホームランで決着をするというね、本当に、まあ苦手意識、うん、を払拭したロッテ、はい、だと思うんだよ今回ね、うん、でまあ、日本ハムの方もすごく初戦から粘り強く戦ってきたんだけども、はい、昨日のゲームいきなり4点を取って、うん、こういうコメントがあったんだよ新聞に、はい、4点を守れなかったという、はいはい、いやいやそうじゃないんじゃないかなって俺が感じたのは、うん、守るんじゃなくて常に攻めじゃなかったのかっていう、日本ハムは、はい、だからそこがやっぱ上位にいるチームになって変わってきちゃったかなっていう、何でもかんでもやっぱこうね、守りは最大の攻めって言うじゃない、はい、ね、防御って、うん、でやっぱそれを貫いてほしかったなっていうのがあるんだよね、うーん、ということはやっぱ上位になろうがどこに行こうが日本ハムは常に攻めるチーム、そう、攻めてほしいっていうね精神は、はいはい、うん、だからそこら辺がちょっとね昨年とコメントが変わってきたっていうのが、うん、ちょっと今日の試合も追いついたけどもそんな勢いを感じないんだよ、なるほどね、うん、いつもの日本ハムのノリが感じられなかったんだよ、うん、だからここら辺が少し危険になってきてるのかなっていうことを3連戦で感じたんだよ、この3連戦、いや俺たちは、ね、今強くなった、でもスタイルはずっと攻めるんだぞと、ね、これで勝ったなんて思うなよと、どんどん点を取れるときは取ろう、攻めるときは攻めようっていう姿勢があったのにちょっと守りに入ってきているという、これが俺はねちょっと気になった3連戦の中でちょっと危険かなっていうところ、危険だなって思うな、うんうん、そうか、はい、はい、まあこの試合まあいいかもう、何、まあ小島、はい、7回3分の1、うん、103球7安打5三振うん、1四球3失点というね、はい、で伊藤7回127球、8安打8三振2四球1フォアデッドボール、うん、3失点というね、はい、まあまあお互いゲームは作ったけども、まあ小島のちょっとね、うん、1四球、はい、これを与えたところで、うん、ピッチャー交代になったんだよね、すごいね、なんとも投げた表情してましたね、だからここなんだよ、でここで沢村が変わって、うん、勝ち投手の権利はあったけど沢村が押し出しをして、うん、タミヤに、うん、勝ち投手の権利がなくなった、ね、
ここら辺を引かなければいいなっていうふうには思うね。それなら自分が投げててとか思っちゃうんですかね。そうそう、うん、そこまで行って変わるんだったらいいけど、うん、蹴りつけさせて欲しかったなっていうのが本音じゃないかなと思うね。あ、そうでしょうね、はい、はい、という3連戦でした。はい、ね、日本ハム攻めてくれ。はい、はい、次のカード、うん、ソフトバンク対西武、はい、ね、モイネロ大津大関、はい、西武は某高橋渡辺武内、はい、ね、3連勝というまた3連敗というね、はい、初戦6対2、うん、2回近藤中村栗原の3連打、はい、まあ、三森の四球もあり周東がタイムリーであっさり3点リード、はい、まあ、4回には山川がソロホームラン、はい、ね、3回ですね3回ね、はい、あ、4回じゃなくて3回ですよね。そうそうで山川がソロホームラン、はい、でこれね山川が打点を上げたっていうのがすごく大きくて、はい、ね、山川が打点を上げた試合は16勝0敗1分け、はい、ね、だから神話めいたものが出来上がってきてんのよ、うん、あ、山川が今日ホームラン打った、打点上げた、うん、あ、今日も勝てるぜみたいな。なるほど、まあ、そういうのはねすごくジンクスとして野球選手で大事にするんだよね、うん、はい、だから山川はこのホームラン、うん、これでもう今日は勝ったんじゃないかなっていうふうな、うん、ことは思ったんだろうね、うんうん、だから16勝0敗、まあ、確かにチーム全体も強いけども、まあ、山川が挙げる打点がどれだけやっぱこう貴重かっていうことで、西武は古賀がまあソロホームランであれだけどもまあ弱いな、なんかね、うん、まあモイネロ7回126球4安打8三振、まあ、4四球とちょっと制球にね、うん、ちょっと問題があるんだけども、はい、でもやっぱボールに力もあるし、うん、まあ、しっかり1失点で抑えるというね、うん、うん、だからまあこれ、まあ、全体打線がずらーっとつながって、うん、まあ、勝てた一戦だったかなという感じがするね、はい、はい、で2試合目、うん、3対2、ソフトバンク、はい、ね、西武の先発渡辺、うん、で俺はあの高校の時にさ、はい、浦和学院で、うん、ものすごくあこのピッチャーすごいなと思ってどこ行くんだろうと思ったら西武が取って、はい、まあ、なかなか出ることがなくて、まあ、昨年とか一昨年とか、まあ、ちょこちょこは投げてんだけども、はい、今季初先発、うん、で6回3安打1失点、うん、頑張ったよ、ねえ、ね、で大津6回2失点、はい、ね、で、まあ、先発投手陣がこう頑張るというね、うん、若手の投手陣が、はい、で3番手松本、まあ、先発を崩しローテーションを崩し、はい、で松本を8回の男にした、うん、で近藤に8回逆転ツーランホームラン、初球のまっすぐ、うん、まあ大体まっすぐで攻めるんだけどね松本って、はい、ああただ近藤はやっぱりこう、うん、すごく緊張して打席に入ってたって言ってたね。おお、これはなぜかというと、はい、やっぱここで決めるしかない、ここのチャンスを逃したらもう負けるっていうさ、うん、やっぱこうなんていう、そういう強いチームが、うん、雰囲気を読み取る力というか、そういうところがやっぱ緊張につながってて、でも見事に打ち返したね、うんうん、本当に近藤は勝負強くなったし、いやらしいバッターになったな、うんうん、だからこの日ソフトバンクは5安打だったんだけども、はい、やっぱ勝負強さが本当にあの光った、うん、ゲームだったね、ね、うん、で西武も、まあ、若林が2回ツーランでね、うん、ずっと勝ってたんだけどもさ、ね、まあ、8回にひっくり返されたというね、うん、まあソフトバンク、はい、貯金16、ね、西武は自力 V 消滅借金13、ねえ、ちょっとびっくりでしたけど、びっくりだな、西武がこんなんなるかねえ、豊さんなあ、ね、それ言っちゃおしめえよ優勝もね、優勝予想ね、ね、はい、すいませんで3試合目、はい、ね、2対1ソフトバンク、この試合はドラマあったな、なんか、まあ、大関1点差でね、うん、大関8回、はい、119球、うん、
4安打1失点、はい、大崎も粘ってたなぁ。でそれ以上に良かったのが、うん、8回、100球4安打1四球無失点というね、あ1失点だったら1失点だったんだ、うん、これ ね、でね1対0でずっといってた。で竹内が、ね、そうそう素晴らしかったんだよ。で9回ソフトバンクの攻撃、うん、シュートヒット、うん、よく打ったなと思って、うん、で竹内が1球牽制を入れるんだよね、はい、その後にちょっと様相がおかしくなって、うん、でベンチから豊田コーチが出てきて、うん、そマウンド降りるんだよ、うん、でなんかやっぱアクシデントがあったんだろうね、何なんだろうね、うん、でも結果から言うと竹内はその後ベンチで、うん、選挙を見てたんだよね、はいはい、だからそんなに大したことはないと思うんだよ。何だったんですよね、何だったのかな、あの牽制がそれの引き金なんですか。いやだからどっか釣ったのか、うん、なのか、うん、いやちょっとよく分かんないんだけども、うん、牽制を入れたところで、まあ、降板になったんだよね、うん、そうなんですよね。で2番手アブレイユ、うん、代打中村、はい、で竹内の時から出てたんだけども、うん、竹内の時だったらバントだったかなっていうふうに思うんだよ、うん、でなぜかというとやっぱ左ピッチャーってやっぱシュートも走りにくかったと思うんだよね、はい、竹内は、うん、対戦も少なくて、うん、でアブレイユになってこれ変えたと思うんだよサインを、うん、そしたら中村の時に走ったんだよね、うん、はいはい、これもう牽制4球ぐらい入れられてんだよ。そうですね、うん、だけど走ってセーフになる、うんうん、で中村が 3-1 から、うん、高めのまっすぐを引っ張って進塁打を打ちに行こうとしたら、うん、まあ、セカンドフライになっちゃったんだよね、はい、で1アウトセカンド、はい、こっから柳田、うん、ライト前タイムリーヒット、うん、このヒットで帰ってくるかっていうぐらいシュートの足って素敵な足してるな。本当早いですよね。早い。ただボールも逸れてることはあるんだけどもね、はい、やっぱ強引に回してることは回してるんだよ、うん、でもやっぱ逸れるっていう少しの期待を込めて、うん、回してるんだよね、はい、で同点タイムリー、うん、で山川デッドボール、ね、手首付近、うん、ちょっとね自分でグーパーができてたから、はい、ですぐベンチの後ろにも入らなかったから多分大したことはないと思う、うん、腫れは出るかもわからないけども、うん、骨折とかそういうことにはなってないよね、はい、でやっぱり山川は失うと痛いからね、だけどまあそんなに心配はないかなっていうふうな、まあ、感じがしたんだけども、はい、で 1-2塁、うん、で今度決めるだろうなと思ったら決めるなやっぱ勝負強いわ、うん、ここの流れっていうのを逃さないよ、ね、彼らは、うん、だから見事だったなと思ってね、サヨナラツーベース、ただやっぱこうシュートの成長というかさ、うん、やっぱ9回先頭で左対左で出ていくとかね、はい、ヒットを打ってで4回牽制されても走っていけるっていうその足と、うん、やっぱこう帰ってこれる走力、うん、まあ勝負強さは柳田と近藤とかね、まあそういうことがあるから、ただ竹内がもったいのが残念だったな。なんかそこがね、あの流れがちょっと変わっちゃったかなって、変わっちゃったないうポイントになっちゃったんですかね。うん、ああ、うん、だからやっぱこうああいうことってアクシデントだからさ、うん、やっぱ落ち着かないよね、うん、だからアブレイユも一生懸命この牽制を交えながら、うん、自分を落ち着かそうと思ってたと思うんだけども、うん、落ち着かなかったね。ねえ、ちょっとアブレイユも気の毒なっていうか ね、 そうだね。でもそこをついていったソフトバンクはやっぱ強いわ、うん、ねえ、ね、貯金17、はい、ねえ、セーブは借金14、うん、ね、この差は大きいな。本当ですね、はい、はい、で最後オリックス対楽天、うん、田島、曽谷、斉藤、はい、で楽天は早川、内、岸、はい、ね、初戦は楽天、うん、ね、田島7回3分の1、117球、8安打、3四球、3失点、はい、早川、7回3分の2、107球、5安打、無四球、3失点、はい、あれ、田島投手、1四球ですよ。あ、1四球か。はい、はい、で早川なしと、はい、
で早川4回まで完璧だったんだよね、うん、まあ、非常に良かった、はい、ただやっぱちょっとスタミナかな、最初から飛ばしすぎたのかな、うん、相手が田島ということでね、うん、まあ、そういうこともあって、3失点しちゃうんだけどもさ、はい、まあ、オリックスは8回2点差で太田、福田、森、紅林のヒットで追いつく、うん、ね、9回一矢満塁からレフトへタイムリー、村林がね、はい、この村林っていうのも意外と勝負強いんだよね、うん、で村林2安打 2打点、はい、ね、まあ活躍をしたという、はい、でオリックスは首位に 10.5 ゲーム差、うんうん、で 10.5 ゲーム差、 11.5 がもうデッドラインだって言われてるんだよね、あら、優勝するのに、あら、だからこれ以上離されるともうやばいというところまで来てるという、うん、でオリックスジンクスは金曜日は6戦全敗という、どうして分かんない、どうしてやっぱピッチャーの関係なのかな、ローテーションとか、金曜日に開幕したよね、うん、だから山本がそれまで投げてたと思うんだよ開幕投手で、はい、で開幕投手が変わって、で宮城がいなくなって、はい、まあ、宮城も勝ってなかったんだよね金曜日に、うん、だからこれもうデッドラインに来てるし金曜日なんとかせないかんぞみたいな、ね、まあ、そんなジンクスが生まれつつありますね、はい、はい、で2試合目、うん、8対3オリックス、はい、まあ、初回3点を楽天が先制、その裏4点を取り逆転という、これね、なんかどっかで見たような試合だったけど ね、 ですね、うん、まあ初回紅林が2点タイムリー、うん、太田が逆転タイムリー3塁打、うん、まあ、3回にも太田がタイムリー、はい、太田3安打3打点、前日昇格してる太田がね大活躍という、ね、で前日から8打数5安打4打点というね、うん、まあ、大活躍で、チームを鼓舞したという、はい、で曽谷で、まあ、初回に、3点取られるんだけどもさ、うん、5回97球6安打3失点自責は1なんだよね、はい、うん、でうち、ね、3点取ってもらったのに、うん、3回64球7安打6失点という、ね、うん、だからまあ曽谷っていうのは、うん、まあ、3失点したけども、うん、まあ、その後、まあ、しっかりねゲームを作った、うん、でうち、ね、そのままダラダラになってしまったという、うん、いやだからこの差がどこなのかっていうことをやっぱり勉強した方がいいな、うん、うん、で状態っていうのはそんなに悪くはなかったと思うんだけども、はい、やっぱりこうなんていうんだろうな、ゲームの作り方、うん、自分の気持ちのコントロールの作り方、うん、まあこういうことだと思うよ。で曽谷っていうのはやっぱ周りにいいピッチャーがたくさんいるじゃない、うん、で山本はじめ、はい、山崎幸也もいた、はい、かつてね、うん、でそういう人たちからも、まあ、宮城とかもいるし、うん、やっぱこうそういうところで揉まれてるんだよね、はい、だからまあそういう気持ちの立て直し方とかそういうのはちょっと勉強してるのかなっていうような、そういう投球に見えたんだよね、はい、うん、だからバタバタしないというかさ、うん、でうちっていうのはなんかこう真ん中真ん中にボールを集めてきてたというか、うん、集まっちゃったというかね、まあ、そういうところがちょっともったいなかったなっていうふうに思うね、はい、はい、で最後、はい、3対2、オリックス、うん、で9回結局これ延長までいってね、そう、いや延長じゃない9、うん、延長か、うん、はい、9回、うん、ね、追いつくんだよ、そうそう、あのオリックスが2点リードで2対0でね勝ってたんだよね、そうそう、9回9回キャッチャー あの楽天の太田、うん、村林のタイムリーで同点になるんだよね、はい、でこれで斎藤の勝ちがなくなる、うん、プロ入り初勝利の、はい、ね、でその裏紅林二塁打ノーアウト二塁、うん、胸にバントをさせるんだけど失敗、はい、三振になります、三振、はい、ね、太田がレフトにつなぐんだよ、はい、でワンアウト一三、まあ、ゴンザレスを敬遠、はい、で若林がセカンドフライ、福田がアウト取られるという、うん、なんだと何いややっぱね斎藤がやっぱねプロ初勝利って早くさせてあげたいし、うん、
できたと思うんだよ今日、うん、で平野が上がってて、なんで平野にこだわるのかなっていうのがあるんだよね、抑えを、はい、悪ければ変えてあげた方がいいんじゃないかなって思うんだけども、うん、だけどもう同点に追いつかれたんだよね、うん、で10回裏あ宗がまあ宗がって言っちゃったから言おうかな、まあ、ツーアウト後森義母の連打で、うん、あーツーアウト1・3塁なんだよね、うん、で先ほど宗が三振をした、うんうん、あのバントね、はい、うん、その宗が、うん、まあ、サヨナラヒットという、はいはい、でね強いオリックスの時代って、うん、必ずもう2対0で逃げ切ってたんだよね、うん、で仮に追いつかれてもあの9回のチャンスの時、うん、例えば宗がしっかりバントを決めて、うん、ね、サードを作って、まあ、9回で決着をつけてたと思うんだよ、はい、まあ勝つには勝ったけども、うん、やっぱそのなんていうんだろう、オリックスの状態があんまり良くないなっていうのはね、こういう試合展開見ても決めるところを決められないというかさ、うん、まあそういうところで苦しんでるなと思うよね。なるほど、うん、まあそのね直後にね宗選手はこういった結果で返して良かったですけど ね、まあ、だからまあ良かったと思うけども、うんね、うん、だけどあそこでやっぱバントを決めて誰かが決めるというのが、うん、やっぱオリックスの戦いぶりだったかなっていうふうに思う、うん、はい、で斉藤5回3分の2 83球4安打無失点、うん、あもったいなかったね、ねえ、はい、まあそういう3連戦でした。本当、はい、はい、でピックアップ選手、はい、ね、木浪佐伯ノイジ、うん、ね、木浪がやっとなんかこうすっきりしたような仕事ができたかなっていうのと、うん、佐伯、うん、もう大したもんだわ、ね、うん、しっかりゲームを作れるし、コンディション悪くても雨の日多いんだよね佐伯、だけどちゃんとゲームを作って5勝目という、うん、でノイジーがやっぱ繋ぐしファインプレーもしてくれるし、なんか状態が良くなってきたなっていう、うん、心強い選手がね状態上げたなっていうふうなこと、はい、で DeNA 中川やりました1号ホームラン、すごいね、で、はい、これからマークされるからね、そうそう、打席に入ったらこう今度はねまた変化球狙ってると絶対来るから、はい、でオースティン、ね、帰ってきてからタイムリーが出たということでね、うん、もう怪我すんなよっていうようなことだよね、本当そうですね、はい、はい、で広島大瀬良、まあさすがだね、うん、まあ、エースと言われる男、はい、ね、クリ初勝利、よかった、ね、よかった、で小園、うん、まあ、最高の勝負強さ、絶好調、ね、はい、頑張って、はい、でヤクルト長岡、うん、ね、バッティングの状態いいんだけども守備がちょっとね、今日でもエラーからの失点があったりだとか、まあ雑にならないようにね、うん、はい、頑張って、はい、で3番を打ち続けてほしい な、 なるほど、このままね、はい、バッティングにも期待してます、はい、で中日、うん、大島カリステ、はいはい、この2人はね俺先発から使ってほしいんだよ、何言ったかさんのお願い、もうずーっと使ってほしいもうお願いだから使ってほしいという、ね、どんなピッチャーでも使ってほしいっていう、なるほど、ね、やっぱね、うん、彼らはね相手から嫌がられてるから、うん、でベンチに2人いるっていうだけで相手は楽かもわからない、なるほどね、出てきたいということでね、はい、はい、で巨人坂本、うん、ね、打てば記録になる、なんかね、うん、それとやっぱりもうね本当に坂本しか頼りにならない、何坂本しか打つ方はもう頼りにならない頑張れ坂本、はい、ね、もうまあ老体まではまだいかないぞ、全然いかないよ、ね、もっとムチ入れて頑張れはい、ね、はい、次パ・リーグ、はい、ね、はい、西武は竹内、うん、残念だったね、何かアクシデントがあったかわからないけども、はい、完封できる試合を2試合とも完封できずに終わってるんだよね、で今日は勝てずにも終わってるし今回ね、うん、だからまあちょっと頑張れよ ね、 ね、はい、でオリックス太田宗、はいはい、太田上がってきてから絶好調、ね、もともと力があるね、うん、選手だけに、まあ、怪我とかしないようにしてください、はい、で宗、ね、バントを決める、自作自演はやめろ一人で一人で失敗しといて最後決めちゃう、美味しいとこ持っていく、本当ね、まあ、大体そういう感じなんだけど、ね、はい、日本は万波、はい、ね、打ち続けないと、うん、万波、今日はねちょっと万波があれだったかな、ストップしちゃったかな、うん、あ、マナミ頑張れ、はい、ね、今川、
書かなかったけど、ちょっとスペースあるけどね。いや書かなかったけど使われたら絶対打てねえ、ね、カッコが1個取れてるから、ね、そうで楽天村林、はい、ね、打線を引っ張るように、うん、ね、ソフトバンクさすがの近藤です ね, え、ね、大したもんだわなねえ、うん、で周東本当に成長した、もうなんか いろいろね、はあ、最初とは全くイメージが違う選手になってますよね、全然違う、ね、ああもうチームを引っ張ってるよ、うん、立派に、ね、そのまま頑張って、はい、でロッテ佐々木朗希、うん、ね、やっと8割ぐらいまで来た状態がね、うん、なるほど、もう君が投げたら負けちゃいけないんで、うん、引き分けてもダメなんで、うん、勝ちゲームにしないと、ね、ね、で岡、ね、ちょっと今ね何されても打たれそうな気がする、ヒロミサンセットとか言われてたからな、そう、今日ナイトじゃなかったからね、まだ夕焼けぐらいだから、ヒロミサンセットが、はい、またなんかいろんなことが出そうですけど、そうだな、はい、はい、ということで、お伝えしました、はい、ね、まあ調子のいいチームと、ね、いろいろジンクス見えたのと、うん、いろんなことがあるね、ちょっとね、なんかこう記録がこう偏ってきてるという、あとね、V が消滅だの、そうだな、なんだとかいう話がこう5月で出てきましたけど、うん、でもまだまだ先長いからね、そうそう、こう諦めたら終わりだし、そう、別にね、優勝できないわけじゃなくて、うん、自力でっていうことの話だから、それと戦い方をもうちょっとうまくやればもっと楽に勝てて、うん、もっと上位に行けるのになっていうチームもあるし、あるしまあそこら辺ね、まだ100試合ぐらいあるんで、はい、そこら辺を修正しながらね、まあ本当にいいチームを作りね、勝ちゲームにどんどん他のチームも、まあ西武も諦めたら終わりだからね、うん、まあ頑張ってほしい、そうですよ、まだまだね、はい、始まったばかりということで、はい、まあ一回ちょっと表示ミスがありまして申し訳ありませんでした、あ、本当だね、はい、はい、すいません、まあそこら辺はなしということで、はい、はい、ではまた来週、はい。